はい、シ、え、ン、ー・新ウルトラマンのネタバレをしたいと思います。えー、長澤まさみさんが巨大化するのは、えーまあ、解禁されていると思うんですが、えー、なぜ長澤まさみさんが、えー、巨大化するのか、そしてなぜ人は、えー、巨大長澤まさみさんを見ると、えー、興奮するのか、その、えー、理由と、まあ 長澤さんは何なのかっていうね、えー、その正体をねお話しできればいいかなと思いますえっ、ー、と、うん、まあ、えー、長澤まさみさんが巨大化するのは、まあ、ウルトラマンで、えー、富士隊員が巨大化するからということなんですが えー、映画の中では、えー、メフィラスが、えー、プレゼンテーションとして長澤まさみさんをね巨大化したわけですねまあここがんかこう嫌、えー、な感じですよねあのー、まあ人を物みたいに扱っていたりとかまあもともともう人格はなかったりとか、えー、プレゼンテーション自体が薄っぺらいものであったり まあすごくこう、今世の中で行われていることそのものですよね。まあ要するに長澤まさみさんってパワポなわけですよね。でこう、え、見、見かけ脅しみたいなね。まあ実際パワポ、あれスライドでこうバンバン流れていくけど、その都度ね、質問していったら結構ボロが出ると思うんですよね。それをこう、質問タイムなくこうずっと、 畳みかけてね、喋って、っ、ま、て、あ、ビジュアルとかでごまかしてるのがね、パーポなんですが、まあ、どっかのね、えー、ガーファーのどっかかな、えー、パーポ禁止みたいなところが,ロがありますけどね、<laughs> まあ、パーポいらないですよね。まあ、だ,かだけど、まあ、世の中っていうのは、パーポで、えー、動いていくっていうね、まあ、その象徴みたいなもんだと思うんですが、まあ、それは今回話したいことではなくですね、えー 巨大化すするのはなぜかっていうことですね、えーえーまあ、映画的にはまあそのプレゼンテーションなんですが、まあ、巨大化した女性というものにはね、えーまあ、興奮するわけですよね。えー、そしてそれをあの映画館の大きいところで見たいと。要するに二重になってるわけですね。映画という大きい画面でさらに、えー、巨大女性を見るっていうね。 まあ興奮が二乗になってるわけですねで、まあ、じゃあなんで、えー、巨,大した巨大化した女性を見ると興奮するのかっていうのと庵野秀明が、えー、どう思ってるのかっていうことなんですが、えーまあ、これは「えー、エヴァ」からずっとね書かれてきてる、えー、で今回の「新ウルトラマン」でも書かれてきてる。 ことなんですがやはり、えー、体内回帰なんじゃないのかなと思うんですねその、えー、一発目が、えー、巨大化した長澤まさみさんでで2発目がぜっとんですねだから長澤まさみさんはまあ z の裏の顔ということでもあると思うんですねぜっとっていうのは、えー、まあ3を、えー、まあ、お世辞にもまあ、えー 美でではないんです。まあその機能美とかね怪獣としてあるいはまあ宇宙恐竜としてのねそれから兵器としての美はありますがイメージ的には、えー、まあそれに胸がついていてちょっとふくかになっていて、えー、まあふくかなのは、まあえー、オリジナルの方ですがえー まああの女性母のイメージですよね。で、えー、それプラスですねそのものなんですが、まあ、女性器のイメージも入ってますよね。でそれがグロいっていうことが、あのー、みんなが嫌いな G のねイメージで表現されてる、えー、女性母そしてそのグロさと。 えー、怖いみたいなものが全部、えー、詰まったのが。えー、ゼットンなんですよね？で、最後まあえー、ゼットンにえ新、ー、ウルトラマンことアンのアキは一人で、えー、挑むんですが、まあスケールとかもね。大きいものととても小さいものですよね。で、まあ z に。えー 衝突っていうんですかね、えー、した時に白黒になって、えー、こう、ま、丸が2つあって大きい丸と小さい丸がぶつかるみたいなイメージになっていくと思うんですが、まあ、あれは何かっていうとやはり着症ですよねでそこで、えー、精子と卵子が出会って。 でえー、お互いが死んでそこから新しい細胞分裂が始まるという、えーまあ、核爆弾のねあと核分裂の、まあ、イメージも乗っかってきてるわけですよねそしてまあその Z の、えー、裏ということで、まあ、美しいね、えー、長澤まさみさんっていうのが、まあ、中盤で出てくるわけですね要するに、まあ、Z のフリーなわけですよね そして、まあ、なんでまあじゃあ、えー、巨大化すると、ね、興奮するのかっていうとそれはやっぱり、えーまあ、体内回帰できるっていうねイメージがあるんですよね。えーまあ、体内回帰しようとしたらですね、えー、自分が小さくなるか相手が大きくなるかのどちらかなんですが、えーまあ、自分が小さくなるっていうのは「まあえー、不思議の国のアリス」とか「まアリス」とか えー、ファンタジーの域なんでですよねで世界が変わらなくて自分が小さくなるっていうことなので、まあ、自分の存在を否定されるっていうことにもなってしまうので非常に都合が悪いそして、まあえー、自分が小さくなることによって本当のお母さんにも体内回帰できちゃうんですよねまあ全ての女性に体内回帰できることになってしまうので、えー、まあ えー、都合が悪い。そしてまあ、絵的にもね、作るの大変っていうことなんで、えー、だったら対象物だけをね、巨大化した方がいい。まあ、この考え方が多分特撮なんじゃないのかなと思うんですよね。えー、でまあ、えー、巨大化した長澤まさみさんに、まあ、安野秀明、 樋口真司そしてまあ我々見てる人たちは、えー、体内回帰するイメージをね、えー、持つわけですねそれでまあ興奮すると決してスカート履いてるからとか、えー、下から盗撮できるからとかそういうことではないんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、えー、エヴァではねもっとね、えー、直接的なイメージになってますよね。 えー、エヴァンゲリオン自体がお母さんで、えー、そこに、えー、エントリープラグに入って、えー、エヴァの中に入っていくというねむちゃくちゃわかりやすい体内回帰がされているわけですね。まあ、それプラス、えーまあ、最終的には、えー、セントラルドグマみたいなこう、えー、大きいものにね挑んでいくという形ですよね。えー なのでまあ長澤まさみさんっていうのはあの巨大化したものは、まあ、エヴァそのものってね言ってもいいんじゃないのかな、まあ、この「シン・ウルトラマン」の中でエヴァっぽいものっていっぱい出てきますが、まあ、一番エヴァだったのは、えー、長澤まさみさんだったんじゃないのかなと思うんですね。 じゃあまあ、長澤まさみさんがまあ、誰なのかっていうのは、えー、これは、え、みんなしてて言わないので、あえて言おうかなと思ってるんですが <laughs>、え、ちょっとなんでしてて言わないのかっていうと、もしかしたら本当に訴えられんじゃないのかなっていうのはあると思うんですよね。あのー、ちゃんとした人たちですよね。えー、なんでまあ、野良な私なら大丈夫と思うんですけれども、まあ、これはもう完全に、庵野もよこさん。 新栄版の時に、えー、マリさんが安野萌子じゃないのかっていうね風になって、えーまあ、家族が大変なことになったみたいなことを、えーまあ、1周年ぐらいのね、えー、特番でこう釘を刺したわけですねそういうことをしないでくださいっていね、まあ、あれが効いていて今回長澤まさみさんが えー、安野もよこだっていうふうに言う人はあまりいないと思うんですが、まあ、そもそもなんですけどアニメだから例えられるんであって実写で長澤まさみが出てるのにあれが安野もよこだっていう人はあんまりいないっちゃいないんですが、まあ、実写もアニメも変わらないメタファーですよね。なんで、えーまあ、ビジュアルとかいろいろあると思うんですがそれは置いておいて、まあえー、長澤まさみさんの役割っていうのは安野もよこさんそのものを 新エヴァとかよりね全然安野もよこさんだったと思うんですねまあそもそも、えー、長澤まさみさんの役名が安野もよこさんの、えー、代表作の「働きマンの」の、えー、主人公のひろこさんから来てるわけですよね。まあだから隠してないんですよね。そししてて、えー、大人のの対応をみんなしてるので 言っていないといなとうことなんですがこれ言わないとわからないと思うんですよね逆にね。えー、でまあ、えー、生まれたばかりのウルトラマン、まあ、地球に生まれたばかりのウルトラマンに、えー、いろいろ差しず教えてあげるわけですね。差、まあ、し酢に近いですがそのコーヒーは2つ持ってこいとかね言うわけですよね。でまあ肝心なところでは助けに来てくれると。 いうね、まあそういう構成だったと思うんですが、まあこれはだからまあ巨大化することも含めて、えー、お母さんのイメージがあるわけですね。で、それはやっぱ庵野秀明にとってまあ安の貢子さんだったとねいうことなんじゃないですかね。まあこの新演版の時はみんなショックが大きすぎてなんかしんないけど、えー、その矛先が、えー、安の貢子に行ってしまったっていうまあ。えー ジョン・デノン・オノヨコ現象みたいなのが起きたんですが、まあ、ちょっと違うかな。オノヨコはもっとね、積極的に関わってきて、いろいろあったとは思うんですが、えー、今回は、長澤まさみさんっていうビジュアルがピシッとしてるわけでね、えー、そこでまあ回避されてるんじゃないのかなっていうね。うん、まこれはだから、案、えー、の 秀明サイドにとってもまあ嬉しいい誤算だったんじゃななのかなと思うんですねあれを長沢まさみさんを見てね、安野模様くだっていう人は、ちょっとおかしい人になっちゃいますからね。まあそんな感じで、えー、長沢まさみさんがね、えー、巨大化して、なんで歓喜するのかというね、お話でした。えー、まあ、付けたしです。まあ安野秀明にとっての体内回帰が、えー、女性を巨大化する、エヴァを作る。 何かを巨大化させるっていうね、えー、ことだとしたらじゃあ、えー、そのうちらは何なのかっていうね <laughs> うちらの体内回帰ってのは何なのかっていうと、えー、まあある場所がありますよね、えー、そこは、えー、暗い薄、えー、くて狭い道を通って、えー、座って えー、真っ暗になって、えー、一回死んでそして、えー、2時間今日、えー、違う人の人生を体験して、えー、またシャバに戻ってくるっていうねそういう施設があると思うんですよね、まあ、つまり映画館のことですよね、まあ、よく映画館は漢桶にとらて 例えられてるんですが、えー、映画館に入るってことは、一回死んで、2時間、えー、他人の人生を、えー、生きて、で、もう一回死んで、えー、シャバに出てくるとね、いう、まあ、生まれ変わりの儀式というふうに、えー、言われています。えー、まあ、言われてるかもしれません <laughs>。なので、まあ、映画館、 っていうのは、まあ、えー、一般大衆にとっての体内回帰ですね。なので、えー、安野秀明が、えー、体内回帰した、するね、映画を撮って、それを、えー、我々は体内回帰しながら見るっていうね、まあ、まさにね <laughs>、まあ、メタ構造のメタ構造のメタ構造みたいな、そういう感じになるんですが、えー、まあ、なかなかね、えー、わかりやすい、 人だなっていうふうには思いますね。